グラッセ、エクスポジションユージン・グラセ英雄サロンデセントのポスター。パリ、装飾芸術美術館、ウジェーヌ・グラッセは、スイスの装飾芸術家。ベルエポックの期間、フランスのパリで様々なデザイン分野で活躍した。彼は、アール・ヌーボーの先駆者と考えられている。ウジェーヌ・サムエル・グラッセは、スイスのローザンヌで生まれた。生まれた年は一説には1841年とも言われている。父親が飾り棚のデザイナー、制作者、彫刻家だったので、美術的な環境で育った。フランスはボションの下で絵を学び、1861年には建築の勉強をするためにチューリッヒに行った。卒業後、エジプトを訪問。この時の経験が、後に彼が描くことになる、ポスターデザインに反映されることになる。さらに彼は日本美術のファンで、これもまた彼のデザインに影響を与えた。1869年から1871年にかけてグラッセはローザンヌで絵と彫刻の仕事をしていたが、1871年にパリに移った。そこで家具、タペストリー、陶器、宝石のデザインをした。彼の美しい芸術装飾品は、象牙や鐘といった高価な素材を絶妙に組み合わせて作ったものだった。彼の作品が、アール・ヌーボーの様式とパターンの基礎を築いたと考えられている。グラッセ、マーク・トゥエイン、エスパーソナル・リコレクションズ・オブ・ジョーン・オブ・アークのポスター1877年、グラッセはグラフィックデザイナーに転身し、金になる作品、例えば絵はがきや、さらには、フランス、スイス両国の切手などを作るようになった。しかし、速やかに彼の牙城になったのは、ポスターアートだった。彼の作品のいくつかは、装飾芸術美術館の一部を占め、その中に、彼のリトグラフ、ジャンヌ・ディ・アーク・サラ・バーンハートがある。1890年、彼は、辞書出版社ラルース社の辞書プチ・ラルースが使う。タンポポの種を飛ばす女性を表したセメウセのロゴをデザインした。フランスのポスターがアメリカで評判になり、アメリカの何社かがグラッセに連絡をしてきた。1880年代、彼はアメリカからの最初の仕事を受けた。グラッセが表紙を描いたハーパーズマガジン社の1892年のクリスマス号は大成功となった。1894年には、センチュリーマガジン社が自社で出版していたナポレオン・ボナパルトの連作伝記の宣伝のためにWooly HorseとThe Sun of Austerlitzを描いた。Wooly Horseの絵は有名になり、ルイス・カムフォーとティファニーがステンドグラスに再創造したほどだった。アメリカでのグラッセの仕事はアール・ヌーボーがアメリカ美術に普及する道を開いた。19世紀の終わりにグラッセはパリのエコール・ゲランとエコール・エスティエンヌでデザインを教えるために雇われた。教え子の中には、モーリス・ピアール、ベルヌーイ、アウグスト・ジャコメッティ、ポール・ベルトン、オットー・エルンスト・シュミットらがいた。1900年のパリ万国博覧会では、ジー・ペーニョ・エフィルが、グラッセが1898年に、いくつかのポスターに使うためデザインしたイタリック書体を紹介した。グラッセは1917年、パリの南西にあるオードセーヌ県荘で亡くなった。ありがとうございます。